証言、来たる6月28日、上様お鷹狩りの件、船の用意万端、よいな。はあ。早見、深川はお上のご通路になる。その道順については、目付役、岩下元左衛門が説明する。岩下。あ、では。お上はここで船を捨てられ、おかごにてここからこう、この道を通って。しばらく。何？お鷹狩りの道順は昔から決まっております。今回に限りなぜ変えられるのです。そんなことは知らんでよい。深川奉行所の警備は至って手薄。実際の警備に当たるのは、御徒目付どもと存じますか。いやいや、警備は数ではない。あらかじめ探索し、危険な場所を抑えることじゃ。危険？お上に危ないことでもあると申される。そうだ、探索によれば千年お家断絶の上改易になった伊勢松坂5万5千石の家中の者、この度相集ってお上に復讐を企てるということじゃ。だからこそ道順を今までとは変え、待ち伏せを未然に防ごうとしているわけだ。分かったか。分かりました。それで道順は。だからここからこう回ってこの町中を抜け。しばらく。またか。この佃町は通らずにいただきたい。何を申す。当日は住吉さんのお祭りでございます。お上のおなりとなれば町の者は朝から軌道を閉ざし、笑い声も出さずにうちの中にこもっていなければなりません。せっかくの祭りが台無しでございます。お上の道順が高川町人どもの都合で変更できるか。どうやらお目付の面目のためのようですな。そんなものが領民の喜びを奪ってまで立てねばならんと申されるか。何を言うか。今さら絶対に変更はできません。死ぬんじゃねえの。おなっちゃん、お奉行、父上、父上、隼人。柳田は無罪ですと。そうなんじゃ。目付の岩下のもとに前日の夜一切を告白に来たというのでな。いや、そのため岩下も万全の処置をとってな、まずお上の道順を変え、次には勝ち目付の一帯を佃町下へ向けたんじゃ。一人も来やしません、そんなもの。そのために前途ある若者が死んでおります。ご老中。聞いた。それに柳田が白状したというその晩、手前と顔を合わせております。それに柳田とは旧知のようだし、明日が済めば立身出世は間違いなしと言っていたという。これを全部合わせると。一方で旧松坂藩主をそそのかし、他方ではこれを打つ手はでござる。上様のお命を狙った賊を見事に退治した功績は岩下一人のものじゃ。それだけ分かっていて。いや、だが証拠がない。証拠が。だがな、右近、岩下もこれで終わりじゃ。せめてそれで。許せません。それでは隼人がかわいそう。
隼人のためにも手前は。いや近頃どうもいかんな、耳が遠くなって、うん、取らずとはこのことだな。いや何もかもおしまいだ。わしは目付止まり、この上の立身の道はない。それがしはどうなります。直参に取り立てられるというお言葉も不問。贅沢を申すな。首がつながってるだけでも大変なことだぞ。まあゆっくり待つんだな。そのうちに時も来るさ。ふざけちゃいけねえよ。誰だ貴様、何者だ。貴様深川奉行。無礼だぞ早見。わしは仮にも見つけ役。やらしいこの野郎。てめえの立身のために悪事の数々。果ては若え同心一人殺しやがった。隼人はな、隼人は俺にとっちゃ大事な大事な若者なんだよ。それをてめえてめえよくもよろせねえ。法はてめえら許しても俺はてめえ許さねえんだ。うわあたくい。天に代わって破れ奉行、てめえらは消えろ。老中、天下の大名がたかがヤクザ者二人に襲われ片目を失うほどの怪我をするとは、まことにもって指導不覚悟。そのような失態を演じながら本領安堵、身柄おとがめなしとは何事ですか。これが上様のなさることですか。分かっておるが、やむを得んのじゃ。何がやむを得んのです。いやこれはな、大奥から来とるんじゃ。大奥、諏訪印旛のおばと申すのが大奥年寄り筆頭で、しかも御台所様の信任厚き夫人でな。その夫人から御台所へ、御台所から上様へ。わかるじゃろう、お主にも。男というものは女房には弱いもんじゃ。どう右近、世の中には分かっていながらもどうにもならんことがあるもんじゃ。先に名医がおるとも。山城、何千何万かかっても構わん。すぐに江戸に呼べ。よいな。はい。いつまでもこのような目では世の立つ瀬がないわ。大事みっともないわ。
取り終え。はっ。お縁並びに山岸なる者の親類縁者をことごとく捕らえて死罪にいたせ。生まれた村の名主に申して三倍の年貢を納めさせろ。もし納めぬ時は全村皆殺しにいたせ。よいな。はっ。領民の分際で世を何と思っとるのか。二度と不埒な修行のできぬよう徹底的にやれ。たかが帝名の分際で領民を何だと思ってやんで。領民あってこその帝名だ。帝名がいなくたって民はいるんだぜ。ウェナ次を取れ。血迷ってか早見右近。よしこの野郎、血迷ってるのはてめえだろ。バカ殿様をいさめもしねえでご無理ごもっともったらそれが過労のすることかい。おまけにこの俺の領分ではで勝手な真似しやがって。信州高島じゃ通ってもこの深川じゃ通らねえんだい。この破れ奉行早見右近が通させねえんだよ。来るぞ。でたかが深川奉行ごときに用が切れるか。天下の大名だぞ。黙れ。それは高い。天に代わって破れ奉行てめえらは切れ。月番道中ともなれば忙しゅうてな。して冬の途上何事じゃ。ご老中は無銭飲食により捕らえられし罪人が御老内が火事のため解き放され三日のうちに戻りし場合いかがなされます。ここやつわしを愚弄いたすか。重ねてお伺いいたしまする。いかに知るか。食い逃げのことなどわしは老中じゃぞ。そのような障子は町奉行の採決で済むことじゃ。それがしは即刻赦免にして差し支えなきものと判断いたしまする。そうか、読めたぞ。そちゃ数日前の火災の一件を申しておるんじゃな。町奉行より聞き及んでおるが確か女牢へ戻ったのは一人だったそうじゃの。うん、それが食い逃げか。そのようにござりまする。してこのわしにどうせよと申すんじゃ。それがしのなすことは旗より口出し無用にしていただきたい。ご老中のご下知として。このわしに食い逃げの書面を下知せよと申すのか。あ、何、それでは全てを始末すると申すのか。はい、深川奉行所が動き出していると分かった以上目先の欲得より安全が第一でございます。だがせっかくの女どもじゃ慌てることもなかろう。女などはまたかき集めれば済むこと。それにもう無駄になりました。Thank you.
河の御法を守るべき立場にありながら、私利私欲のため悪事の数々、囚人たちを小野が邸内にかくまうとは言語道断。なめやつじゃ、表を見せい。深川奉行。なに、深川奉行の分際で天下の目付たる世に歯向かうとは、切り捨てい。姿かい。のような悪党を見過ごしにしちゃ、お天道様に叱るあがるが、破れ奉行早見右近、てめえらあっけん。お役目ですよ。はい、下級のお呼びと受けたまわりましたので。いや、まったくな、昼寝をしておったのに関根剣持のやつに叩き起こされてな。剣持、大目付殿の、くだらんことでいちいち人を起こしよって、とんだ災難ですな。いや、まったくじゃ。何を言う、これというのも深川部にもたる貴様の怠慢のせいじゃ。おお、私が。当たり前じゃ。当たりきしゃりきですな。何、いやいや、カッパのヘというやつで。バカモン、いい加減にせい。剣持の申しようによれば、昨夜剣持の屋敷へ賊が押し入ってな。賊が、うん、でそやつが妙なものを残しおった。これじゃ。これは呪いの藁人形。すると剣持殿は何者かに呪われているということ。それでも奴らを放っておかなきゃならないんですか。なら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 んぞ。関根剣持には手を出すな。剣持の後ろにはな、上様がおるんじゃ。上様が。剣持はな、上様御用商の折から上様のお蕎麦をご賞としてお使い申しておったんじゃ。以来上様の信任が厚く、何かにつけて上様に直訴するやつだったんじゃが、近く上様のお声がかりで大名を取り立て、若年より格と内定しておる。さようさよう。聞くところによれば、剣持殿は真の像が至って弱く、いつ頓死するか分からぬ病状だそうでござります。頓死、剣持が。そんなバカな。では右近、うん、これちょっと待って。右近、これおい。頓死か。
んな喜んでくれ。大名取り立て、若年寄役昇格と本日ご内意を受けた。貴様たちにそれぞれ望みを果たしてやるのも目の前じゃ。ところで長崎屋、次の決勝の件はどこにするかな。しかし御前、ご用心なさいませぬと。立つぞ、気が弱いの。一度や二度の失敗は気にするな、わしに任せておけ。そうはいかねえよ。何者だ。誰だ貴様。お目付所関根剣持様の屋敷と知っての乱入か。貴様、月元へ。だったらおめえたち困るんじゃねえのかい。早見受かん。その通りよ。てめえってやつは何も知らねえ大店連中を落とし入れ、抜けに結所に落とし入れ、めぼしい結所品を奪いやがった。そればかりか真珠と見せかけ、牛乳とお妙を殺しやがった。許せねえ。てめえら地獄へ送るためにやってたんだ。消え、消えしろ。図が高い。天に代わって破れ奉行、てめえらは斬る。大目付関根。それで長元が無事で済むと思うか。これはどこまでも空とぼけておった方が得策じゃ。矢沢九太夫が死んでは
山上もいつまでも逃がし屋家業は続けられまい。成就するところだったのに、あと1年もすれば一万両にはなったんじゃ。よくボケってんだ、そういうの。向井将軍の手の者だな。ここは中川五番所だぞ。血迷うたか。分かってんじゃねえよ。五番所にいれば安全ってもんじゃねえんだ。何？てめえは安全なところにいて人を踊らせ、無駄な命を捨てられて薄汚くてヘドが出そうだ。己顔を見せろ貴様、武器を取れ。メイドの土産に面を拝んどけ。早見武魂、深川武器を。早見、早見を。深川武器を。すが高い。愛をなすことだけを目指すてめえは天に代わって破れぶよ。てめえらは斬る。ですよ、デンスクの妹のおつや。あれ以来トンとして意見が分かんなかったんですが、図らずも山上家はお取り潰し、今じゃ裏棚で針仕事で食ってるらしい。それでもせがれには武士の子としてきちんと勉強させてるそうだ。偉いね。偉い？偉いとは何事です。偉いとは子供のためにやったんだ、親ってなな。今あのおっかさんがいなくなったらせがれはどうなるよ。なこと言ったってお奉行。お前いねえやろ。いねえって何がいないんですか。あっしまった。おい、それより難波屋行かねえか。起きたかな、珍しい菓子を用意したってよ。お菓子、うん、行きます。行こう。お菓子できたらすぐやし。